マンデリシュターム、オシップ・エミリエビチ・マンデリシュタームは、ポーランド出身のロシアのユダヤ系詩人、エッセイスト。名は、オシップ、姓は、マンデリシュタームとも書かれる。ロシア帝国領はルシャワのユダヤ人の裕福ななめし、川商人の家に生まれ、母も教養人であった。翌年ロシアのサンクトペテルブルクへ移住。幼い時から、ユダヤ教の立法師になるための教育を受けさせられ、 世俗的な本を読むことを禁止されていた。1900年に、ブラジミール・ナブコフを卒業生として数える巧妙なテニシェフスキー学校へ入学し、1905年には、聖火を出て、ベルリンの立法学校に入り、そこで18世紀の哲学書に親しんだ。1907年には、最初の詩を学校の回覧雑誌に掲載している。 1908年4月に哲学と文学を学ぶために、ソルボンヌ大学へ留学し、象徴主義の影響を受けている。次の年に、そこを辞めて、ハイデルベルク大学へ行き古代フランス語を学び、1911年には、ペテルブルク大学のローマゲルマン学科に席を置いているが、ギリシア文学の試験に失敗して卒業できなかったという。マンデリシュタームは、 ついに高等教育を終えることはなかった。キリスト教に改修するのもこの年である。1九百九年に発刊されたアクメイストの機関誌、アポロンの指導者、ニコライ・クミリョフとセルゲイ・ゴロデツキーに出会ったのが、やはり1 9十一年のことである。結成されたばかりのアクメイストのサークル、詩人の職場に加わり、九百十二年頃にマンデリシュタームはサークルの宣言文として、 アクメイズムの朝という論文を書いた。1913年に第一詩集、石を自費出版する。アクメイズムは神秘的な表現を廃止、現実を重視してわかりやすい言語で表現した詩であり、知識階級から庶民まで広く支持され、同僚の詩人、アンナ・アフマートバと共に、アクメイズム活動の中心を担った。 1917年からのロシア革命に際して、どのような態度を取ったかは知られていない。ただ、1919年のメンシェビキ支配下のグルジアで、ボルシェビキのスパイであるという容疑で逮捕されたことがあるとイリア・エレンブルクが伝えている。1922年に結婚したばかりの妻、ナジェージダを連れて、モスクワに到着する。この年に、第二子集。 トリスチア・トリスティアがベルリンで出版された。それから数年は、エッセイ、文学・批評、小三文に専念しほとんど詩を書かなかった。二つの回想録、字のざわめき、フェオドーシア・フィアドナは1925年に発表されている。生活を支えるために、新聞の通信員となり、翻訳をして6年間に19冊を出版させた。エッセイ、シロン、 自伝的三文でも才能を発揮し、1928年に詩集、三文集、詩論集を出版した。1928年以後単行本の出版はなく、なるが、これはマンデリシタームへの攻撃が始まり、反革命的であるとみなされたからである。1933年に雑誌、星に掲載されたアルメニア気候を最後として、彼は、 読者の前から姿を消す。不服従の精神が1933年の秋に書かせた有名なスターリンエピグラムの一節でマンデリシュタームは私たちは足元に大地を感じずに生きている。と言い,い、クレムジンの登山家たちを非難し、スターリンがクラークを根絶するために執行した集団化とその結果としての大基金を16の死刑宣告と呼んだ。 1934年5月13日にマンデリシュタームは逮捕され、3年の流刑判決が下された。アンナ・アフマートバの証言によると、直接の素因は1931年に書かれた狼という詩が反政府活動とみなされたことにあった。流刑地はボルガ川支流の鎌川上流にある小さな町のチェルズィニだったが、妻が当中央委員会に打電し、 スターリン自身が事件の再建を命じ、マンデリシュタームが選んだ場所ボローネジに移ることができた。後の作家たちの運命に比べると、このスターリンの寛大な措置は歴史家にとって謎のまま留まるだろう。ボローネジからモスクワの自宅へ帰還したのが1937年5月で、その後翌1938年5月に再逮捕された。 4ヶ月後に重労働5年を宣告され、流刑の中継地ウラジオストク近郊の二人屋で近下一時、収容所で妻へ衣服を送るよう頼んだ手紙を託すことができたが、直後に亡くなったと言われる。病名は、チフスとされ、他の犠牲者と共に一時収容所付近に埋められた。その場所は現在では不明となっている。1五十六年、に聞いたフルシチョフによる雪解けを受け、 1938年の罪状について無罪が宣告された。さらに、1987年10月28日には、ミハイル・ゴルバチョフにより1934年の罪状についても無罪宣告され、マンデリシュタームは完全に名誉回復された。1977年に、ニコライ・チェルヌイフにより発見された、小惑星には、マンデリシュタームと命名されている。 初期は、象徴主義の影響下にあったが、1913年刊行の、詩集、石により、象徴主義から離れた新しい悪名イズムの代表者として高く評価される。その後も、パウル・ツェラン、ヨシフ・ブロツキー、シュイマス・ヒニーなど多くの20世紀の詩人に影響を与えている。エッセイ、対話者についてにおいて語られた、詩は遭難の危機に望んだ航海者が海に投じる。 投げ瓶通信のようなものだという例えは、セランのブレーメン文学賞受賞講演において引用された。ソ連では1960年代からいくつかの詩が掲載されるようになったが、公式に復権されたのは1967年の簡約文学百科第四巻からで、そこには不当に弾圧され、死後復権されたとある。ありがとうございます。